2021年1月時点の紙面ロゴはサブローは神戸新聞社発行の中央競馬専門新聞。正式にはデイリースポーツ特別版のクレジットが入る。1999年3月創刊。2007年8月6日には株式会社ネットドリーマーズと業務提携を行ってウェブ版バサブローをスタートさせている。2012年9月に大事をリニューアルし、表記を 馬に改めている日本の中央競馬における電話投票が最大36レース、非行われるようになったが、主要な競馬専門新聞やスポーツ紙においては、それぞれ関東ヌ市場、関西ヌ市場、第3馬とに分けて新聞を発行し、メインに掲載する競馬場以外ではメインレース、ないしは特別レースを馬柱を使って大きく扱う程度で、他のレースは 小さめのスペースで掲載していたのが恒例であった。この場サブローは、詳細な馬柱を最大全国3馬36レース分、すべてを掲載することで、電話投票ファンのニーズに応えようと相関。一時期は、関西地区でも発売されていたが、関西地区では、専門誌は、競馬ブックが圧倒的に支持されている上、 デイリースポーツ本市とも競合してしまうためにあまり売れず、現在は首都圏のみでの発行となり、発行者が神戸新聞社に移行後も関西での復刊はされていない。その代わり、ウェブ版である競馬新聞デイリーはサブローを創刊し、紙媒体の発行がない地域を含む全国に、紙媒体に載っている全情報を提供している。また、 携帯電話のサイトを使った公式サイト、デイリーバサブローでも、情報提供がなされているほか、2018年5月より、紙面を契約コンビニエンスストア、ないしは地域を特定した前、レース、メインレース、日曜版 G1 パックなどを選んで、モノクロ A3 版で、プリントアウトして購入できるようになった。発売開始目安は、レース開催前日14時からである。なお、 日本競馬新聞協会と関西中央競馬専門誌協会に加盟していないため競馬場ウィンズでは通常の競馬新聞やスポーツ新聞を取り扱う新聞スタンドでは発売することができないので制約上専用売店を設置して販売しなくてはいけなかったがダービーニュースの休館等に伴って現在は通常の競馬新聞と同様に販売されている 産経スポーツ特別版、競馬エイトは、専用売店のままである。競馬ポータルサイト NETKEIBA.com を運営する、ネットドリーマーズとデイリースポーツが、業務提携を行って、2007年8月6日に、リリースしたインターネット競馬サービスが、競馬新聞デイリーバサブローである。競馬新聞デイリーバサブローは、 インターネットで馬券を購入する iPad、ユーザー全国約300万人をメインターゲットに、紙媒体はサブローの最新情報を、紙媒体がコンビニエンスストアの店に並ぶ時間に先駆けて、インターネットで配信するサービスである。既存の紙媒体の競馬新聞の情報を完全に網羅して、インターネット配信するサービスは、国内史上初であり、紙媒体に影響を与える。 可能性を勘案すると、新聞社にとってはかなり野心的な取り組みと考えられる。また、競馬新聞デイリーバサブローは、競馬新聞の情報だけでなく、インターネット特有の機能と連動している。週末は1日前36レースのオッズや、レース結果をリアルタイムで配信、レース映像やデータベースも提供している。iPad と連動した馬券購入機能も備えており、 購入後の収支管理まで行える総合型のサービスである。デイリースポーツは、バサブロー創刊の前年にも、アクセラの発行する競馬新聞、グリグリに対し編集協力を行っていた。同志は、バサブロー同様に一種で最大36レースの馬柱を掲載するスタイルをとっており、 実質的に、バサブローの前身とも呼べる存在だったが、馬柱の掲載ミスを起こしたため、相関後わずか3週間で廃刊に追い込まれている。ありがとうございます。